さて、今回は、ゾウさん。アフリカンエレファント。インドゾウとどう違うんやろうな。アフリカゾウとインドゾウって。性格が違うんちゃうか。いや、まあ、インドゾウの方が確かに、性格は穏やからしいけどね。そや、まあ、ぷよぷよでさ、なんかいつも語尾に、パオーだぞとか言ってるやつおったよな。お前も真似しよくっつって。いや、なんで真似せなあかんの。俺、ぷよぷよ苦手やってしかも。ぷよぷよよりも俺はテトリスに一生懸命人生を捧げてた気するな。テトリスな、友達でめっちゃうまいやつおってさ、どんなに頑張っても勝てんのかって。いろいろコツを聞いたんやけど、ようわからんかった、結局。まあ、落ち芸はその辺むずいからな。そういや、ルービックキューブか。お前に、なんていうのかな。コツを聞いても俺結構わからんかったからな。ルービックキューブはコツとかじゃないから覚えればいい。それが一種のコツやな。まあ、全部の通り覚えれば。覚えたお前。できるよ。そう覚えたら誰でもできると思う。まあ、つながり眉毛のおまわりさん、東京のな。つながり眉毛のおまわりさん、まあ、イコール、まあ、多分作者やと思うんやけど、なんか、通りを全部覚えてるみたいなことは言っとったな、そういう。できはんの作者さん。いや、りょうさんができるって言ってたから、おそらく本人もできるんやろうなと、というふうに推定してるという。みんな暇ちゃうやろ。暇ではないな。日暮らし変化がいつも楽しみやってんけど、終わっちゃったからな。もし続いてたら、平成が終わってしまったぞとかいうふうなネタがまた見られたと思うんだけどな。いっぺんあったよな、昭和が終わってしまったぞ、日暮らしっていう、そのネタって。まあまあ、あと3つぐらい年後変わるわ、いきんやろ。100年ぐらいいってるやん、それ。だいたい1つの年後がだいたい30年ぐらいとして考えて。今の時代、年号、一人だけで年号三つも四つもっていうのはないからな。一代で一年号だろ、確か、今は。さてと、アフリカの大地に、マサイの戦士とか、ああ、そういうマサイの戦士系のそういうようなナノブロックも出てきたら面白いんやけど。作るよ。だからなんで俺は自作せなあかんねん、お前。俺がそもそも作ってもマサイの戦士かどうか分からへんよ、お前、それ。普通のアフリカの人かもしれんや。街中に住んでる。デザイン的に。これが今回特徴的やね。ところで火変わったけどさ。はあ。なんかあんの？ん？いや、柏原神宮行ってきたよって話だけ。ただそれだけ。
ご主人ももらってきたけど。そうだね、ちゃんと。行っていいね。ちゃんと行ってきたで。しかもちゃんとネクタイ締めて。遠かったわ。特急電車とかさ、今コロナの関係で全部間引き運転しててさ。そうなの？うん。車内で行った。ちゃうわ。普通に特急電車乗らずに急行で行った。特急料金とかそういうのいらんからな。急行やったら。まあ、特急列車とかお前、本数が半分になっとってな。いつまた30分に1本とかそんなん出てんのに。まあ、11日の健康記念日は、休みやからっていうのもあんねんけどな、多分。あ、でも観光船やから、逆に多いか、休みの日やったら。多いんちゃう、人。どう？いや、まあ、去年より少なかったで、やっぱ。どこもかしこも自粛自粛やからな。普通はな。うん。で、今年はまあ行った時間帯が結構遅かったから、そこまでまあ、人は多くなかったけど。うん、去年とか政治結社とかそういうのが集まってたりしてたからな。でも今年は、ほとんどなかったわ。あと、宗教関係のもあったけども。頭神宮と関係ないところやで。まあ、それぐらいやったわ。まあ、でも、見に行かなかったんじゃん。今年まだ桜、時期的に。次。まあ、また山の方の山桜とか、ああいうのは見に行くけども、街中の桜はアウトやな。怒られるから。偉い人に。だ山桜とか。人がいいんとかでいいんすかね。いや、だからそういうとこ行くで、俺。やろ？うん。人がおらへんところの桜、また遅いね。5月とか。5月頭とか。まあ結果的に、うん、まあこんなコロナに なったから、うん、祇園祭りのあれもほんま届いてほんまガチでよかったわ。そうやな。長かったけど、誰も見ないという。あれ毎年撮るってもらおうと俺は思っててんけど。毎年で俺も撮るつもりやって。コロナで中止になって、うん、俺内心心の中で、ああ、ラッキー、しんどいもせんで済むわと思ってたけども。俺は残念やな、俺。また一回も回らへん動画を俺は撮りに行くっていうな、苦行をやらあかんと思ってたんやから。まあ、撮りに行くつもりだったし、他のだから、本ちゃんの方の、祇園祭り以外のその、地方にもあるやんか、うん。あれも撮りに行くつもりだったから。祇園祭知り、いや、祇園祭じゃないわ。ね、祇園祭。もう、とりあえず、祇園祭シリーズを撮るつもりやったからな。うん、他の街。他のなんか方向みたいな歩いてる。あるちゃんとあるから。それも撮るつもりやってんけど。それも、まあ、亀岡の方は撮りに行こうとしたんやけど、あいにくの雨でな。それで結局コロナに入ってしまったから。残念やな。亀岡とあと笹山口のやつは早く取りに行きたいんやけど、ちゃんと調べたから。
や、亀岡のやつとか笹山口のやつはほんまちゃんとしてるで。ほんまに祇園祭りみたいな感じになってるで。うん。ちゃんとやったんや。うん、それは本家の京都市内の方に比べたら、それは規模は小さいけども。まあ、それはな。規模か。うん。規模は小さいけれども、やっぱりちゃんとした矛っていう感じやで。うん。まあ、本物の方って言い方もおかしいけども、あらして、祇園八代の方のあっち側の祇園祭りは人がいつも多いからな。人は多いけど。まあ、今年あるかどうか知らんけど、あったらまた新潟だからな、ちゃんと。いやー、今年はどうやろ。わからへん。もう、一回、もしかしたら飛ばすんちゃう下手したら。わからへん。やるかもしれん。まあ、やるかもしれん。規模を縮小してやるもんね。それやったら、なぎなたしかやらんやろ、それやったら。まあ、なぎなたでも動いたら動くか。動いたらやっぱ見に来るか、みんな。だから、なあなあ。だから全員テレビの前で見ましょうよ。まあそうなるわな。おとなしく。おとなしく無職転生でも見るわ俺は。関係ない。何の話や。全然脈絡もないわな。ほんまや。ああ、そうや、さっきのお前の家でさ、見てたけどさ、どこか。エクスカリバーな。エクスカリバーの夏の。エクスカリバー。うん、あれも脈絡のないキャラクターやったな。ソウルイーターの話ですよ、皆さん。あれもそう、脈絡のない。いや、こいつがエクスカリバーというか、エクスカリバーといえば小安さんやなっていう話からスタートしたんやな。そう。小安さんやろ、みたいな。全然違った。でもセーバー言うけどしな、うん。いや、俺は、川澄さんの方のエクスカリバーやと思ってたから。おー、お前がまさかそんなマニアックなエクスカリバーを。俺もエクスカリバーイコールもかやさんやからな。自分の中で。あんな脈絡のない話をするキャラクターやと思わなかったから。いやいや、素晴らしいやろ、キャラクター。大好きやったわ。いや、めっちゃ好きやろ、お前。あれはちょっと好きになったわ。あのキャラクターいいやろ、ほんまに。いやいや、小安さん、小安さんが、ああ、まあ小安さん、ああいうキャラクター演じるのうまいからな、ほんまに。ほんま、一視聴者として、大好きやわ。めっちゃおもろい。あ、ずれた。エクスカリバー。エクスカリバーっつったらな。いや、俺はそれか、カスマさんのな、聖剣エクスカリバーかなと思って。全然ちゃうやん。カスマさんの聖剣エクスカリバー。まあ、めぐみんが、めぐみん。書いただけや。何が聖剣エクスカリバーだとか言って叫んどったけど、ちょっとやり直したかな。ずれたかな。兄貴とか言って。シャイニングフォースがいた。なんでシャイニングフォース。いた。兄貴とか言って。それも聖剣やえ聖剣や、シャイニングフォース。あれも聖剣やったっけ聖剣シャイニングフォース。ちょっとやり直さなあかんわ。ちょっとミスったみたいな。アホなこと言うてるからね。アホなこと言うてっからミスんやろ。多分このブロックは多分間違えたんやな。これを3つのやつだと思ったら、4つ目の方やったわ。そらずれるわ。エクスカリバーの話するか、こんなことなんだよ。ほんまやぞ。エクスカリバーとか言うてるからやで。聖剣やからな、あれも一応。あ、そや、あれも終わったんやったな。このスマも。連載。原作？原作終わったね。え、魔王倒したの？うん、そうやな。やっぱ倒したんや。聖剣エクスカリバーで。聖剣じゃないけど。角の方が倒したんやった。
その辺はまあ、原作を見て楽しんでくださいってことは。うん、はい、わかりました。あんだけ人気あるんやつさ、続きやってくれてもいいんやけど。うん、新魔王とか魔王第二形態とか。いや、そういうことじゃない。アニメ、あんたが最後までやってくれてもいいのに。ああ、はいはいはい。ああ、大事したんやからな。魔王第二形態とか、魔王2とかそういうのじゃなくて。まあ、シグマ第二形態とかそういう話じゃない。ロックマン。お前何桁あんねんみたいな、シグマ。倒してるときよ。お前、どんだけ愚痴してたか。お前何桁あんねん、シグマ。いや、俺はそれに似たようなことを、俺も武蔵伝で経験したからな。武蔵伝も、最後のボスで倒すときに、お前、何形態あんねんと思って。なるやろ。なるなる、お前。もうええかげんにしてくれや、とかで、さらっと終わらせろや、さらっと、と思って。お前。俺が働くやるときみたいに、全員連続マダンテで終了するけど。マダンテ4連発みたいな感じでな。俺のドラクエは。ラスボスを瞬殺するスタイルやからな。あの神様やったっけ、なんかの。セブンか、あれさ、シャセブンやな。セブンやったっけ、シックスじゃなくて。シックスか。セブンやったの、あ、セブンかもしれない。セブンやったの。とりあえずな、俺はマダンテ4連発で瞬殺した。なんかそのなんか3発ぐらい多分終わったじゃないですか。レベルマックスカンストみたいな状態でさ、MP999 みたいな状態で、バナンテ 4連発みたいな。楽しいか、お前、それ。めっちゃ楽しいやろ。めっちゃくちゃ楽しいやろ。俺はそういうやつやね。なんでギリギリの戦いせなあかんねん。瞬殺すんの。瞬殺できるとこまで鍛えてやるから楽しいの。俺はほんま効率中やねんけどな。お前とのほんま思想の差が。お前身長優勝ぐらいは身長やからな。お前世界に着いた途端いきなり腹筋の練習から始めんだ。当たり前やろ。なんで敵と戦わなあかんのにさ、あんな何もないノーマルの状態で戦おうとすね。おかしいやろ。負けるに決まってるやん。ドブリにすら負ける自信があるぞ。まあ、それはその通りだけど、確かに他の主人公は、な。なんでそんなさ、何のレベルもないような状態でいきなり戦おうとするかなって俺は信じられへん。まあ確かにな、戦略がなってないわな。戦略って思わへんって思うやん。戦略戦術がなってないわな、確かにそう。やろ、うん、もっと世界の情報を入手してな、どんなもんか敵の強さとかさ。俺もそんなもんやって、レベル1の敵倒すのにレベルさ、10倍ぐらい欲しいもん。え ?10 倍は余裕持って倒せへんかったら嫌やから。それぐらい。迷って強くなるんじゃなくて、お前の場合、ガチで例えば最初の初めの村でな。あ、ほんまもマジで。一回レベルカンストして次のところ行きたいぐらいの人やから。ほんまに。楽しくないわ、お前と冒険してたら。いやいや、めっちゃ俺は楽しい。あの物語の途中で詰まるっていうことが苦痛でしかないからな。この敵倒せへんねんとか言うの嫌やん。全員デコピン一発で倒していきたいやん、物語。デコピンで。そうそうそう。デコピンバーンっつって、それだけで中ボスやら何やらも倒せるみたいな。楽しいんか、お前それ。おう、めっちゃ楽しいやろ。めっちゃ楽しいやろ。命の危険がないやで。いや、まあ、それはな、命の危険がない。高みの見物で、まるで、低愛のグループの会長みたいな立ち位置が、まあ、好きなんや。当たり前や、そんな。なぜそんな危険なところで、地下帝国行かなあかんねん。ヒーっていうのが、まあ、嫌なんやな、ヒー。全然嬉しくないよ、そんな。まあ、確かに。それはその通りや。おう、当たり前やろ、お前。和室になりたいやろ。お前みたいになんか、エスポワール乗りたいなんか、俺、全くお前。お前、俺もお前。お前完全にカイジとかの世界だ、エスポワール組やで、お前。なんでそれかエスポワールに乗ってるクロスーツ組やで、お前。誰が誰か分からへんやん。その辺お前、利根川みんな分からへんやん。クロスーツ組やぞ、お前絶対。絶対そうや。俺はそんな絶対。俺はもう、なるんやったらマシズじゃないといえん。マシズとあれぐらいの戦闘能力がないといえん。10年間も粘りすぎや。いや、
マジで。和室とか、あれぐらいじゃないと嫌やからな。なんであいつら、口いいにしながらいつも、肺打つの。めっちゃ怖いんですけど。ああ、そうやって威圧感を与えてんのか。そうか、なるほどな。あれ結局和室編って何巻ぐらい出たのあれ。俺も途中で集めるのやめたからな。もう、集めるのしんどくなってな。こち亀ほど情熱を傾けられへんかったわ。そうなの、ね、しんどくなってな。もっと鼻の形は似てんのにな。とんがってへんやん、俺別に。刺さらへんやん。いや、なんかチャリンコ乗ってあそこ空気がこう、切り裂いてさ、速くなるかもしれへんやん。気流味噌やろ。風を切っていくスタイルか。そうそうそう。マジで、顎で風を切っていくスタイル。アホか。顎と鼻で切っていく。ああ、やれやれ、一つ部品を間違えてないで、こんな苦労だと思った。してんの、うん、いやまあいや進んではいる、うん、和室編でさ、うん、でオープニングがちょっと未だに残ってるわ印象に。ゲップ、ゲップしとったよオープニング。あ、じゃあエンディングがあれは。お前焼き土下座の練習するか。ええわ。スピンオフ作品では普通にバーベキューしとったけどな。そう。普通に。あの鉄板使って。神戸牛。詳しくは。何巻か忘れたわ。利根川編の。あ、2巻とかそれぐらいちゃうか。1巻とか2巻とか。まあ、お前は見事な焼き土下座をするための練習するんだから。絶対せえへんからな。ほんまにせえへんからな。見事な焼き土下座。ありえへんからな。いや、いつ焼き土下座やらされてもいいように練習しとくんやろ。見事。練習ってないやねん、しかも。見事な焼き土下座の練習。利根川もあれ以降失脚してから全然出てこへんな。そらそうやろ。負けたキャラ出してもしゃない。いや、もしかしたら地獄の底から這い上がって出てくるかもしれんや。カイジみたいに。いやいや、そんなフリーザ様見たことないって。そっか。フリーザさんみたいに黄金にならへんねんな。
やっぱキャラクターなんかでいいね、なんつうのか印象に残るのはやっぱヒール役やんな。ガキの頃はあのヒーロー役が好きやったけど、今はもう断然ヒール役やわ。なえ、そう思わへん。どうやろ。マージャンできんやろ。マージャンできへんで。でも雰囲気だけ楽しむために和室マージャン見てる。いや、どう、いや、だからあれで、どう言うたらいいのかな、まあ、さっきとかも同じだけど、ルールしなくても楽しめるけど。うん、いや、なんか凄そうやん、みたいな。俺一応将棋するやんか。その時のその、間が似てると言うたらええんかな。個人的にそう思うんやけど。間が似てる。和室編とか、完結まで20年ぐらいかかるみたいな。いや、そうじゃなくて。売って、行って売ってる時のその、考えながら売ってるシーンあるやんか。わかるけど、行って行ってに1週間かかるとかよ。あかぎ。ドンって、打敗するまでにな、1週間かかるからか。お前、どんだけかかる。そんだけ見てられる人いると思う、将棋で行って打つのに1週間。考えられへん。いや、そういうこと言ってんじゃないよ。わかるやろ、お前。わざとやろ、って。どんなすごい凄まじい戦いやねん、お前。将棋、いいって打つのに一週間考えてる。, 笑えるやろ。どんな名人戦やねんって感じやろ。名人戦でも、お前、二日三日やのに、お前。あ、そうなの。まあ、和紙図編はな、もう俺もちょっと読むの疲れたからやめたわ、途中で。リタイアしたわ。それぐらい長い。まあ、俺より視聴者さんの方が多分、絶対知ってるはずやけどな。詳しいやろけど。うん、そりゃ、お前んちで東海とかも見てたな、そりゃ。懐かしい。うん、まあ邪魔かな、うん、腹かっさぎながら打つやつとかやってた。お前も真似するか。絶対嫌やからな。あ、お前は腹咲くとかそれちょっと危険やからな。何かをするとき下剤タイロイン飲んでからやるか、腹が爆発するのが先か、ミッションがコンプリートするのが先か。お前は腹痛を耐えながら戦うみたいな。大丈夫やな。撤回するのがさっきかみたいな。ちょっと、完全モザイクやけど。事故や。多分事故動画。完全な事故動画や。お前はその撤回しみたいな、そういうノリで言うのやめてきて。撤回し、そんな撤回し嫌やろ。どんだけ汚い。感じが全然ちゃうな。ほんまに。撤回違いや。ほんま自己動画やな。やろ。汚い、自己動画。さすがにあれはそういうのはコンプライアンスに引っかかるわな、普通に考えて。もう最初から最後までモザイクの動画で笑える。画面ずっとモザイク。この色味あかんやろというわけで、モノクロのシーンとか全部モザイク、ね。笑える。とりあえず、アジア像ちょっと、アジア像ちゃうわ。アフリカ像か。ちょっとめんどくさいな、これ。アフリカ像がめんどくさい。うん。作るのは？ちょっとめんどくさい。まあ、コストカットのためやけど、部品の共通化のためやと思うんやけど、うん、変に、細かいところがあるから、ちょっとそれがめんどくさいのと、似たような部品があるから、見間違える。見間違えて、で、さっきのこの目の部分がな、3つの分と4つの分で見間違えたりするからな。
まあそれを楽しむのがこういうものやねんけど、確かにその通りやねんけど、うん、あ、これや、麻雀漫画か、うん、友達そういえば村友が好きだったな。あれな、友達あれ全部集めとったわ。確かに、何やったかな、ハイテイラウユエやったっけ、あのラストのやつでさ、水の中拾うってやつでさ、ほんまに沈んでってる船かなんかでさ、バシャーって手突っ込んで拾ってへんから、ほんまハイテイラウユエなかったと思う、ね、いや俺は無駄相撲知らんからな。いや無駄相撲だよ。ただ無駄相撲に出てくるそのエセ政治家たちか、うん、みんな友達やしてなんかなんでやねん、どっだけ大物ねいやすごいな。ただ単にあの麻雀打つだけやのになぜか知らんけどすんごいオーラやから全員なみんな大物すぎるけどな大物すぎる、大物のな、あのさパパブッシュとかやばかったもんな。パパブッシュとか、そのローマ教皇的な人、うん、まあ、じゃあ打つだけやのに全員筋肉もりもりやからな逆にさ、バキとかのキャラクターがマージャンやってても面白いと思うよ。その筋肉の必要性はどこにあるのですかみたいないや、まあむっちゃ筋肉いらんやんみたいな。マジで無駄やろ。いや、わからへん。その、肺が重たいのかもしれんやん、むちゃくちゃ。なんか、タングステンかなんかできた。むっちゃ重い。それが近海でできた肺とか。じゃちょっと笑える。杉村大蔵さん的な人が出てくるときとか、もう何日かも笑けるもんな。大蔵さん、なんでこんなところでって。本人許可取ってんのかな、本人に対して取ってんか。取ってんやろ、そら。まあ、じゃあもうそうやけど、あれか。あの、ギャザやらなかな、ギャザ。ああ、ギャザもな。ギャザやらなかな。ルール忘れてるやろ。忘れてる。お前、わざわざティーチングキャラバンに行ったのに、もう多分忘れてるやろ。多分じゃない、完全に忘れてる。多分じゃない。確実に完全に、きれいさっぱりと。まあ、アプリがあるから、それで勉強するのもありやねんけどな。まあ、そうや。うん。あ、もう。地面のどうたらこうたらの説明も忘れてしまったわ。地面のどうたらこうたら、雑。記憶が雑すぎる。ええー、ね、適当ぐらいがちょうどええねんもん。適当ぐらいがちょうどいいみたいな。俺はゴジラのあの絵が欲しかったからだよな。ゴジラのカードやろ、うん、まあ集めといたらええ。まあ多分。まだ売ってるからあれは。売ってるだよね。シングルかなんかで買って全部ファイルイングしといたら、なかなかコレクションとしては。ビオランテ出てきたらええんやけどな。いるやろ。あんのビオランテ。ゴジラシリーズの多分怪獣全部いいのじゃ。ああ、ほらもう完全に。スペースゴジラやらもいるし、全部キングギラーもいるし。ビオランテ。モスラもいるし、バトラもいたんちゃうかな。全部いただけですんで。ビオランテ。
お前のライスやビオランテって名前にしてほしいか。お前、どんだけ数作んねん。ビオランテなぁ。なんでそんだけビオランテに思い入れがあるかっていうとな。トラブルに出てくる植物の子って名前忘れた、ド忘れしたわ。いいんだけど。ビオランテの名前な。じゃあ、ビオランテみたいに街を襲うっていう話を、矢吹さん考えてたんよ、確か。けど結局それお蔵入りになったせいで、いや、書いてほしかったんやけどな、個人的に。なんだ、職種好きよくわからないけど。いや、別に否定はせえへん。夏やわ。面白ければ何でもいい、俺は。まあ、面白ければ何でもいいけど。うん、これじゃないのか。あ、思い出した。セリーヌや。そうやそうや、セリーヌや。そうやそうや、セリーヌや。ベリーヌ。ベリーヌじゃない、セリーヌ。思い出した、そうやそうや。そういう名前やったな。まだ続いてたんやと思ったやろ。そのネタが、そのことずっと考えとったんやから。ずっと考えてた。そうの昔に終わったネタやと思った。ずーっと考えてた。名前何やったっけな。おう、名前何やったな。あ、そうや、セリーヌや、セリーヌや。こっちじゃない。あらまあ、お呼びでないですよ。じゃないな。こうで、ああ、なかなか、めんどいな。ゾウのアニメといえば何を思い浮かべる？え、そうだ。そのあの。うん。俺は二つ思い浮かべたわ。断末のガラシャか。全然ちゃう。俺は普通に正統派のやつやね。ネズミランドの方と、もう一つがあのゾウのババールってやつだけどな。知らんぞ。ゾウのババール知らんのかお前。知らんぞ。ゾウのババールを知らんとは。そうか。ディズニーもわからん。まあ、いや、わかるけどもジャンボやろ。でも全然知らん。内容、おなんか見たわけだ、覚えてない。ダンボとか言っとったんやけど、それしか覚えてない、俺も。最初の内容じゃんも知らんけど。違う、あの、海で空飛ぶやんか。ああ。それで、あの、ネズミやったかな、リスやったか。空飛ぶやんけ。どうやって。ムササビ。お前、それテレビで放送できへんネタやぞ。あれはな、時代やからできないのな、あのゴールデンの時間帯でも、時代やからね。今無理やからな。前やったら可能や、ムササビ。いや、あの伸びへんし、お前。ムササビ。今誰がわかんねえ、そんなネタってか。と、空を飛ぶ手段でムササビ
通じるかどうか。ジャングルの王者、ターちゃんを調べてください。誰が調べんねん、そんなしょうもない。ほんまに。あれ、ほんま、下ネタばっかりやからな。お前向きやな、完全に。いや、あれは、第1シリーズと第2シリーズあんねんけど、第2シリーズも下ネタ多いけど、第1シリーズの方が下ネタ多いね、確か。下ネタしか出てこないはずやね、確か。ほんまに。完全にお前向きや。もう値段も考えんでいいから楽でいいやん。いち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 はなんか、ただ駆け引きを見てたらもうしんどい。こうさらっとアホに笑けるようなそういうのでいいね。アホみたいに笑けるやつ、それで十分やもん。なるほど。うん。いや、お前は好きやもんな、いう、しょうもないのが。しょうもないも好きやけど、でもちゃんと考える系も好きやで、お前。ちゃんと考える系って、なんかある？お前が見ててちゃんと考える系って。まあ、サスペンス系はがっつりちゃんと見るけどな。まあ、でも一時に比べたら、金田一一君も見ようになったしな。金田一君？何大好き、うん、金田一一君も。やってんやろ、そんな。うん。で、あと、キック力増強シリーズよく使ってる。彼もあんまり最近は本は買ってんねんけど読まんようになったな。どちらかといえば半沢さんの方にシフトしてるからな。半沢さん。そうだ。黒い人。あっち側を集中的によう読むようになったわ。黒い人。そう、黒い人。お前の大好き黒い人。いつもいーって、口をいーってしてる人、ようおるやん、口をいーって。それでよくストーリーの途中で、ナイナイさん、あなただったんですね、とか言われて、それで黒い人から急にちゃんと、なんていうのかな、姿形が元に戻るというか、あるやん。黒い人な。うん。黒い人が、普通の背景になるやんか、背景というか、姿形になるやん、普通の。何々ちゃん、あなただったんですねって、そのシーンが。それに変化して、それに戻ってない状態の、口をイーってしてる状態、状態のあれが好きやねんけど。何の話してんの？何の話？コナンも、見てんのやろ、ずっと。いや、どうかしら。まあ、一応見てはいるんやけども、最近も内容、昔みたいにがっつり読まへんから、昔は何遍も何遍も見とったんやけど、もうさらっとしか最近見えへん。買ってんのに。もう100巻いかけとるけどな。100巻超えたの？まだいってない、まだいってない。あ、超えてへんの？98とかそんなんやろ。あ、もうぼちぼちやな。うん、俺の想定の3倍出てるからな。そうやな。だから黒の組織もめんどくさかったら、教育で教育さん送り込んだら多分3秒ぐらい壊滅して終了するのじゃないかなって。もう推理もクソも何もないけどな。もう力技やんだから、あの辺はもう。黒の組織見つけました、じゃあ教育誠送り込むかって送り込んだら多分な、30分で多分解決して終了やと思うで。黒の組織は壊滅しました、チン終了みたいな感じやと思う。物語のこれまでの設定はどうなんね。これまでコナンが頑張ってきた頑張りは一体何のためにみたいな。灰原の姉ちゃんも死んだのにな。そうやろ、確か。そうやな。え、あれ多分何巻やったっけ。あれ違うか。だいぶ灰原が出てきた時に、あれ姉ちゃんおったんと思って、どこでやったかなと思って探し、思い出すの大変やった。だいぶ最初の方やな、あれ確か。多分だいぶ前の話だと。まだ俺が真剣に読んでた頃やわ。若かりし頃や。もう若かりし頃やわ。まだ情熱を持って。情熱を持って生きてた頃やな。うん。今はもう惰性やわ。しゃあない、そんなもんやけどな。ああ
まあ、そのうちお前は惰性席作んねんけどな。惰性席でキャンプするもんな。怪我するやん、あんな、あんな、今の時代の人間が、まあ、惰性席使って生活しようと思ったら、絶対手怪我するやん、あれ。まず、惰性席作るところからスタートやな。黒曜石、まずどこにあんねん、そもそも、黒曜石が。そっからやぞ、お前。ちょっとすごいな。そのキャンパーちょっと面白いかもしれへん。全然面白くない。ナイフがないので、ナイフを作るところから始めたいと思います。惰性石灰。なんで俺が、わざわざそんな、ワンチャンありや。いや、全然ない。ワンチャンありやで、ワンチャン。ワンチャンありや。いや、惰性石ってさ、ほんまにあれ、黒曜石しか使われへんやろ。黒曜、いや、そうな。別に普通の石でもいけよな。普通の石、いや、あんな鋭利な感じにならへんで。いや普通の花崗岩とかあんなんで。惰性石器、まあ、せめて魔性石器にしてくれよ。魔性石器やったらまだ怪我せえへんやろし。いや、まあ、削るところから。そう、まだ作るの大変やな、あれ。ごめんごめんごめん、こうやって削ったらいいじゃん。まあ、ワンチャンとしてもいい。とりあえず、石器作るんやろ。なんで決まってんねん、それは。そこだけなんで決まってんだから。いや、石器でキャンプするんやんな。いや、せえへんって。怪我すんねん。だから、あんな、いや、だから、本当に石器が使えるかどうか試すとき、絶対軍手はめてやらないと、絶対怪我すんもん、今の人間。石器作るのかなと思ったけど。あの時代の人間やったら、なんか、例えば、藁とか、いや、藁ないか。藁なんかあんのか。なんか、やっぱ、動物、植物かなんかで、来るんだよな。ちゃうか？今の人間あんな使ったら絶対怪我するじゃん。素手で持ったらあんな。そこお前は。いやいやいや、そこはお前はって何やねん、それ。男らしくやもん。いや、全然男らしくなんともあらへんが。ただのアホやん、素手で使ったんだ、お前。もう完全に芸人かよ。出川さんもびっくりやで、そんな。そんな。負けじゃねえんだ。なんで？いや、なんで俺はやばいよ、やばいよって言わなあかんねん、だから。お前だって見たらみんなからやばいよ、言われる。うるさいわ。そんな存在よ。組み間違えたし、しかも、やばいよ、やばいよって言ってるから、ほんまにやばくなってしまったよ。しょうもないこと言うとった。ガチやばいよ。もうほんまガチやばいよ。ピンセットで取れたけど、もしピンセットがなかったら、お前大変なことになったよ。うーとか言って叫んでたんじゃん。いつもお前叫んどるよ。うん、まあな。うるさいわ。いつも叫んどる。やばいよ、やばいよ。はまらない。よっしゃ。やばいよ、やばいよ、よいしょ。最近外食減ったなぁ。いや、外食の回数が減ったなと思って。そうな。まあ、いいじゃん、お前。自粛やろ。自粛のせいで、はい、お店閉めよるからなぁ。いつも行きつけの店あんねんけど。なかなか行かれへんみたいな。いや、ついいつの間にか8時回ってしまってるからな。ああ、じゃあもう閉まっとるわ、みたいな。そう。いつも行く、その定食屋もな。うん。もう最近は、テイクアウト的な、なんか牛丼屋やけどな、某大手のな。なんかよく行くとこやな。そう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 。けど、そこも8時回ったらもう、お持ち帰りしかできませんって言われる。そうなんや。そうやで。
あ、お持ち帰りやで、俺最近。うどん屋も持ち帰りなんや。うん。不便でしゃあないけど、まあ、しゃあないな。まあ、言うてもしゃあないけどな、うん。怒られるからな、店もちゃんとそれせえへんかったら。しゃあないことやけど。ええ音やな、シャキーンって言うな。お前の冬を切った時の音は。私は長まだまだ長生きしたいんですけども。そうなんや。まだもうちょっとな、行きたいな。まあ、やり残ってる部分もあったし、いやコナンの完結を見るまでは死ぬわけにはいかないです。うん、それもガチである。コナンの完結はいつじゃん。いやー、気になるやろ。風のスティグマだって結局、作者が亡くなったから。なんで風のスティグマ、懐かしいな。もう、終わりが、終わりが気になって気になってしゃあない。いや、まあ、それ言い出したらな、まあ、いろいろあるんやけど、作者さん、亡くなってはいいんやけど、ブラックバレットとか続きいつ書いてくれんのかな。いつ書いてくれんのかな、みたいなね。好きなんやけどな、あの作品。いや、だから、マブラホがさ、関係した時にちょっと安心したもん。マブラホ。それ言い出したらゼロマガって作者なくなって完結でええのかってなんかショックやったよ。いやーもう、風のスティグマでその、あれが完結せえへんかったから、それで、ゼロつかも完結しないということが、まあ完結したけど、代筆で結局は。あるかなみたいな。もう、それで長編ものはもう読む気はちょっと失せたな。長編もなって長編になるだけの理由があって面白いんやと。いや、そうやねんけど、途中で終わるっていうのは、なんかな、起承転結がないっていうのはちょっとなと思って。いや、あ、多分小説ごとに起承転結はあるんやと思うよ。いや、あ、それはあんねんけど、大きな流れが途中で、なしよって言われるとちょっと辛いやん。わかるやろ、言いたいことは。もう、気になってしゃあないねん。続きが気になってしかない。夜も眠れないみたいな。そう、もう夜も眠れない状態になった時は。あったからな、ほんまにガチでな。作者、だからみんな、クリエイターの皆さん、本当長生きしてください、お願いですから。もう、夜も眠れなくなるんで、ね、僕がね。俺のために。ちゃんと物語が始めたやったら、ちゃんとうまいこと解決させてから終わってくれみたいな。せめて。トゥレン投げるのはやめてくれんかみたいな。そう。いや、まあ、なくなるのはしゃあないとしても、投げ出すのはやめてくれと。まあ、俺も好きな作品あるけど、続き出えへんのかな、みたいな作品も、まあ、あるんやけどね。ガチでほんま、それはやめてほしいからな、本当に。だから、そういった意味では、エヴァンゲリオンがちゃんと完結してくれたんで、ほんまホッとした。小説版の話の。じゃあ。あの漫画の方。漫画の方、本当に。コミックス版な、うん。まあ一応完結はしたわな。うん、完結はしたからな。あれもやばかったからな、ほんま。まあ、2年とか、普通、2年か3年か待ったりしたかったやんな、あれ、確か。1巻出んのに。うん。全然出へんかったからな。うん、本当に大変やった、あれ。まあ、書いてるはもっと大変やろうけど。当たり前やけど。その苦労が分かるんかいみたいな感じだけど。いや、待つのも結構しんどいんですよ、クリエイターの皆さん。待たされる方の身にもなってくれ、みたいな。お願いしますよ、本当に。続きが気になって気になって仕方がない。夜も眠ないというのは結構あったからな。続きが気になりすぎるみたいな。お、順調に進んでんの？順調には進んでるけど、めっちゃむずい。そうね。細かいわ。
こっちじゃないのか。なんかこれブランブランとしてんな、このブロック。ブランブランしてんの？うん、だからグラグラしてる。そう。ちゃんとはまらへん。お前と同じじゃん。どういう意味やねん。お前さっきから、何キャンプ道具でコーヒーワイヤーのコーヒーなんか作っとんの？キャンプ道具ちゃうか。こんなでっかい道具、キャンプ道具持ってかへんよ。でも火起こしでやってる。火起こしのこれはな。火入れして変形するから。それ動画で撮ったらええやん。いやいや。いやいや。そんなもん動画撮ったかって。で、俺が作ってる横でそれをコーヒーをしばく様子とか。なんでやん。俺がやってきたね。なんで俺やせんじゃないか。面白いし。おっさんがお前コーヒー飲むシーン見てて楽しいか。しかも俺は顔出し NG やからな。確かに。こうか。これで合ってるよな。なんかリンゴの皮むきみたいなのどうしたと思ったら全然違って。なんかシャリっていうような感じの音がするかと思ったら。そうじゃなくて、火起こしな、その、組み立てる音かな。そうそう、俺が変形とかするからこれゾウほんまにきついな。なんでな。いや、だいぶ凝っとる。なあ、まあ、でもさっきのさ、マンモスあったやんか、うんうん、が120ピースに対して今回のゾウ200ピースやからな。ああ、そりゃ難しいわ。ピース数がちゃうやん。2倍かかんのが感覚的に言うて。うん、逆な。そりゃな、より精密に作られてるのじゃん、まあ、精密にというか、うん。まあマンモスもな、滅んだ種族やからどうしても想像になるんかな。想像。半分。ユニコーンみたいな感じで。そっち。DS 以来の話もしだしたんかな。違うよ。うん、それも半分入っとったけど。お前のことやしな。想像とか言い。アシルドとか言い出すんだ。その話もちょっと入っとったけどな。ようわかったな。ああ、もう長い付き合いやな、ほんまに。お前のことやし、たぶんそんなことも考えてんやろな、みたいな。しょうもない感じ。そうや、その通りや。よく読んどったな。その通りや。もう悟られて、もう悟られてしまった。中身が。もう赤っ端や、ほんまに。たぶん考えながら言うとね。うん。そのこともちょっと半分な。ダイレクトに思考を読むんじゃないこの野郎。そらさすがワニと同じ脳みそのサイズだけど。自分で言ってたし。9グラム。10グラム以下みたいな。これか。人間で1300とか。1300、うん。あとはまあ、神聖筆か。なんか、そういう、なんか、想像する能力？だから、脳の重さだけでは計り知れないっていうようなことを、なんか。何？俺は脳の大きさだけでは計り知れへん男だぜ。違う。だから、イルカとかその、イルカとクジラか。の方が、
のは重たいからな。うん。なんかそれでさ、何の作品やったっけ忘れたけどさ、イルカに宇宙服みたいなの着せて、うん、あの普通になんか人間と会話してみたいなのがあったで。宇宙服？だから脳で、うん、だから宇宙服やまさに。だから中にイルカが入って日常をこう、うん歩いてるみたいな。制御してるみたいな。ああ。いてるから。ほんで、人のことは、その宇宙服に、あの、音声、喋る、マイクみたいなのがついてて、喋るみたいな。うん。な生体がないから、イルカには。はいはい。わかる。で、日常の生活にイルカが溶け込んでるみたいな、なんか、作品があったけど。すごいよ。まあ、一応、イルカは超音波で、一応、意思疎通はできるらしいからな。人のことは喋れへんやん。言葉は読んでいけない。それを機械で補っていう。そんな作品があるんやな。ある。あるある。そうぞう。前のあの将来あのコモドドラゴンと戦いたい言うだけ。は？戦ったらあかんけど。いやあいつに噛まれたら死ぬやん。いやガチで、うん。なんか口の中が汚い汚いやろあれ。まあまあざっき。金な、いろんな毒というか、うんまあ、人が噛まれたり、動物が噛まれたりしたらえらいことになるやろな。な、バケモンとなんで俺が対戦しに行かなか。チキンをぶら下げて走るんか。妹さんや。妹さんや。いきなり登場するときに影や、登場するときなんかいつも隠れもしとるやん、あの人、いつも、ね。どこにいるでしょうかってやつやな。そんなせなあかんやん、お前。お前もやるかなんでも、俺がそんな、あれはプロやからなんとかなんねん、あれも。お俺が。何でしょうかつって、あの、内視鏡でハンダが映してて、ヒューンって言ってバックで引いていくよ。ほんまに、あの、あれは妹さんやから楽しくできんねん。俺がやったらただ単に、あの、逃げ惑う、ゾンビから逃げ惑う、街の人その位置みたいな感じになってもらう。哀れな市民。ああ、尊き犠牲が、またここに、みたいな感じで。また犠牲が出たっつって。そう。今日、早帰りたかったんやけど、だいぶ時間かかってる。なんでなかったん？いや明日よ、ちょっと用事あるから。ま、ああ、そういうこと。うん、早ないんやろ、別に。まあ、早くはないけども。用事があるだけでやって。用事があるだけでな。そこまで早いわけじゃないけども。じゃあ大丈夫やん、ね。1時間でも寝りゃ大丈夫。3時間は寝かさせてくれし。じゃあ、超負けて30秒にしたろ。ああ、単位がだいぶ変わったな。なんかタイムクライシス的な感じやな。あ、タイムクライシスがわからない人はググってね。今の子タイムクライシス知らん子も結構いそうやん。そんなこと言えじゃん。プレイステーションのゲームなんかみんな知らんちゃうほぼほぼ。まあな。ほぼほぼ知らんのちゃうか。プレイステーションのゲームとか。よっぽど有名なやつ以外は。今の子タイムクライシス、もし知ってるとそのタイムクライシスなんやろ今。え、5とかそんなん ?5? そんな出てんの？そんなぐらい出てんちゃうのあれ確か。俺がガキの頃のやつのタイムクライシスとか、レスキューレイチュルとか言っていた時代からな。一番最初のタイムクライシスやから。でも今、あの、ガンシューティング、うん、家でできへんからな、普通は。ブラウン管でないとできへんから。なるほどね。それやのにそれを知ってるってことは、だいぶ、専門家やな。
膨らむかな。きっとやろ、今では。なかなか。いや、うちの家まだブラウン管やから、まだできんねんけど。うん、ブラウン管また買っとかなあかんな。ゲーム用に。置いといた方がいいよ。買ってな。うん、まあ、うちの家みたいにベータマックスありえとかないしな、普通は。親父どんだけ、新しいもん好きやったんやって話やけど。けどまあ、日常生活ではやっぱ、やっぱ VHS の方がやっぱ楽らしいな。当たり前やけど。当たり前。お前んちにもベータマックスあんの？ないよ。ありそうやねんけどな、お前んちなんか。昔はあったかもしれんけど。もうさすがにないやろ。もうないか。お前の最新の話やろ。俺の家がベータマックスかい。いや、最新やろ。なんでやねん。ほんまにそれはなんでやねんって突っ込まなあかんやん、お前。すごすぎやろ。あと半世紀経ったら、お前、ソニーの方からちょっとそれ起動してくれへんかって言われるやん。なる可能性はあるな。それぐらい確かにレアやな。今はないよな。貴重やもんな、今では。ゾウさん、ゾウさん、お鼻が長いのよ。前もお鼻が尖ってるのよやろ。そう、顎やん、どちらかといえば鼻というより。鼻と顎。俺は今ちょっとクレシンオフと頭に浮かべたわ。お前の好きなやつよ。お前も好きやったやろ。いや。いや、お前何言ってんねん。そんな好きやったかな。いや、わかる。いや、別に嫌いじゃないで。そこまでお前ほど好きやったかなって話。ああ、いや、だって、いや、俺はお前んち、家の中、整理してるとき、整理手伝ってるときにな、ハイグレー魔王のパンフが家かみたいな、本棚から出てきたから、うわぁみたいな、俺はちょっと興奮したけど。テンション上がって。こんなレアものがみたいな。そう。いつのやねん、みたいな。そう。見てたやろな、多分、そら。ああ。ハイグレー魔王。テンションダダ上がりやったもん、あの時は。すごすぎやけどな、そのやしんちゃんも2代目やしな。そんなこと言ったらほとんどなんかそういうやつ2代目とかになってるんちゃう。2代目、3代目に。なってる。ルパンかって2代目、3代目になって出るんじゃんの。ルパンは2代目。トッツァンとはトッツァンも2代目。初代は次元だけ。ゴエモンに至ったは3代目やな。うん、だから2代目、3代目になってってるやろって、そういう、するやん、逃げは。うん。ムッシュゼニガメとか懐かしいよな。ドラちゃん買って3代目になるかもしれへんやん、そんな言うてる前に。いや、ドラちゃんはまだ。ドラちゃんはまだまだ大丈夫や。まだまだ水田わさびさんは、創建そのものやから。次、若本さんかもしれへんやんか。あの声で、ドラえもん。ドル。僕、ドラーとか言って、なんか、あんたしてきたアイテム本当に大丈夫なんかなって疑うところから始めたから、そんな気がする。これ使っちゃっていいのかな。なんか、ブルース・ウィリスの何だっけ、ブルー、何だっけ、あんた、ダイハードの人おるやんか。ダイハード？うん。がどうしたの？あの人もドラえもんやってるやろ、今。
未来イースやったっけ。なんかそんな感じやな。どんな感じか分からへんけど。よいしょ。なんでハリウッドさ、あんな感じで使うね。ほんま、面白いけど。ジョーンズのあの、地球探索も俺はちゃんとウォッチングしてるからな。はい、完成です。完成。リンゴ食ってるシーンやろね、これ多分。ああ、なるほどね。リンゴがちゃんと再現されてんや。素晴らしい。ちゃんと耳も、うん、あの、変わるというか、よいしょ。で、な感じか。よいしょ。バッチリ。